ルーズボールは大井健太郎とクリスティアーノ、先ほどのくらいの場面でありました、クロスまで行きました、アートフリーだ、決まった、中川ひろとが決めました、レイソル追加点2対0。いやこれはクリスティアーノのクロスをもう褒めるしかないですね。74分中川ひろと今シーズン2点目のゴールでレイソル追加点2対0。いや今大井はですね飛び込まないで、キープをされた瞬間にですね、飛び込まないでサイドへサイドへスピードを消しながら追い込んでいったんですよね。ですのでクリスティアーノは非常にゴールにから遠ざけられてですね、苦しい状況だったんですよ。ただこのクロスですよね、これも100点満点のクロスですね。そうですね、まあ、この状態から、まあ、足首が柔らかいのも一つですけども、このクロスが入ってきますからね。